見てたのに。あ、ごめん。でもそれどころじゃないんだって。やっぱりギガースかっこいいよな。そっち？夜空の方でしょ。なんだよ急に。現れたか。今日こそあの黒いモヤモヤをやっつけるぞ。みんな準備はいいな。待って待って、気持ちの整理が必要だよ。落ち着けよ、俺に任せろって。作戦開始だ。暗いなぁ。どこだよここ。ん？俺たちちっちゃくなってる？それにこの格好。驚かないよ。秩序を守る魔王だよ。近所？秩序じゃ。ねえ。ま。あっちは驚いてもいいのかな？カートリッジ！オッケー、スリーでいくぞ。ワン、ツー。待て、なんだよバズ。あいつら誰だ？新入りか？うん？ねえ、僕君のこと見たことあるよ。え？なんだっけ？夜空だ。え？空だけど。気をつけろ。黒いモヤモヤの仲間かもしれない。夜空！おいおいおい、大丈夫なのか？大丈夫だよ。彼らは今一番人気のヒーローなんだ。きっとアンディが新しく買ってもらったのさ。そうだよ。さっきのモヤモヤを倒したの見たでしょ。彼らならきっといなくなった仲間たちのことや、バズのレーザーが出るようになったことも、このおかしくなった世界のことを全部解決してくれるよ。そんな情報は聞いていない。騙されるな、ウッディ。君たち、新しいおもちゃなのか？おもちゃ？さっきのモヤモヤのことを知っているのか？あれはハートレスだよ。俺たちは、あの黒い奴らと戦ってるんだ。やっぱり！わかった。はあ？とりあえず今のところは信じよう。俺はウッディ。よろしくな。あ、おい、俺は空、夜空、俺は空だけどね。ガガルザ、グーフィーだよ。私はバズライトイヤー。俺はハム、あえて光栄だ。僕はレックス、君たちの大ファンなんだ。いつも君たちのゲームで遊んでるんだよ。今はレベル47まで育てたんだけど、なかなかバハムートが倒せなくてさ。ああ、そんなことじゃないんだ、言いたいことは。残念だな。スリンキーたちもいればきっと大喜びだったのに。全体整列しました。はっ、うん、わー、
よそ者、外の世界からようこそ。みんなおもちゃ。だから俺たちもこんな格好なのか。ん？それより、あのモンスターと敵対していると言っていたが、どこの所属なんだ？いや、あの、俺たちは。なんだ、答えられないのか。まあまあ落ち着け。彼らは俺たちが手を焼いていたあの黒いモヤモヤをやっつけてた。そんなに構えることないだろう。そうだよ。確かにな。それはそうだが。なあ、その黒いモヤモヤ、ハートレスは前からここにいたのか。いや、最近になって現れたんだ。そういえば、そのハートレスが現れたのとみんながいなくなった時期は一致するな。もしかして、何か関係があるのかもね。前はこんなんじゃなかった。目が覚めたら俺たち以外のおもちゃがいなくなってて、アンディのママとモリーの声も聞こえなくなってた。そしてアンディもずっと帰ってこないんだ。大切な人なんだな。いつも俺たちと遊んでくれる最高の友達さ。よし、アンディたちを探そう。え？他に何か手がかりはないかな。みんなが消えた時に変わったこととか。あれかな。あれだな。あれですね。誰？アンディたちが消えた直後、あの黒いモヤモヤと一緒にお前たちのようなフードのついた黒い格好をしたやつが現れた。異変が起こって以降、見かけたのはそいつとお前たちだけだ。黒いフード、それってまさか駐車機関。知ってるやつなのか。ああ、俺たちの敵だ。モヤモヤ以外にも敵がいるのか。ここで起こってる異変の原因がわかるかもしれない。俺たちに任せてくれないか。いや、ソラたちだけには任せられない。え？みんながいなくなった原因がわかるなら俺たちの問題でもある。むしろ力を貸してくれ。それで、その黒コートはどこに？グゾー、偵察隊からの報告は？ターゲットが最後に確認されたのはギャラクシートイズです。最近できた新しいおもちゃ屋だな。ソラ、案内するよ。窓から屋根を伝っていくんだ。ちょっと待て、ウッディ。ん？すっかり行く気になってるみたいだが、ここでアンディを待つべきじゃないのか？そうかもしれないけど、もう散々待ったんだ。だから、ソラたちと一緒に手がかりを見つけたい。俺を信じてくれ、バズ。わかった。さあ、出発しよう。おもちゃ屋へ行かなきゃ。よっしゃ。わあ。あ。おお。おお。なあ、このおもちゃは動かないのか？まだわからないんだろうな。わからない？じゃあ動かしてあげよう。お前は夢の一番過去のゼアノート。覚えていてくれて光栄だ。ああ、なんだ、動けるのか。おお、
危ない。心なき者と抜け殻が合わさり、新たな命を得たか。ハートレスとノーバディの関係を見るようだな。お前ら何がしたいんだよ。我らも欠落した闇を手に入れなければならない。それにはこの世界の心のつながりが手がかりになる。だから模した世界を作り、つながりを分断させてもらった。お前たちも興味深いはずだ。待て、どういうことだ。頑張ってくれ。ウディ、どうなってるんだ。このおもちゃは味方なのか敵なのか。そんなの決まってるだろう。シューさん、シューハブ。ハートレスだってできたんだから、空にできないわけないよ。何が？そうか、やってみる。操られてた。バトルモードのスイッチが入ってただけじゃないのか。バズ。ああ、なんでもない。ところで、さっきのクロコート、世界を作ったみたいなことを言ってたけど、どういう意味だ？多分、奴らは世界を二つに分けたんだ。アンディたちのいる世界と、こっちの世界。どちらかが、現実と全く同じ、別の世界なんだと思う。別の世界だって？それが君の設定か。興味深いだとか、頑張ってくれとか。さっきのクロコートとの会話も怪しかったぞ。え？付き合いきれないな。ねえ。ウンディ、行こう。確かに、簡単には信じられない話だ。うん？でもここが現実と別の世界だということなら、バズのレーザーも説明がつく。それに俺は前に悪の帝国とか銀河の平和をとか言ってたやつを知ってるぞ。とにかくさっきのクロコートと知り合いなのは間違いない。彼らと行動を共にするのはここまでだ。嫌われちゃってるのかな。設定とかはよくわかんないけど、この世界で異変が起きてるのは現実だろ。だったら一緒に。そうだよ。みんながいなくなったり、黒いモヤモヤが現れたり、空たちは俺たちを助けてくれた。それは事実だ。それに同じおもちゃ同士じゃないか。仲良くしよう。あいつだって同じおもちゃだ。報告します。ん？レックスが何者かに連れ去られました。なんだって？隊員が上のフロアに連れて行かれるのを目撃しました。ハムとエイリアンの行方も分かりません。大変だ。みんなを探さないと。俺たちも手伝うよ。
ほら、バズ。アンディの部屋で何もできずにいた俺たちだけで、みんなを助けられるのか？今は一人でも助けが必要だろ？確かに。ソラは無茶するし。え？ドナルドは口が悪いけど。そうそう。信用できるよ。ゴーフィーもお魚でするんだよ。そうそう。え？そうなの？楽しい奴らじゃないか。な、バズ。そうだな。人手は多い方がいい。しかし、さっき言った通り、まだ疑いが晴れたわけじゃない。まずは仲間を見つけるまでだ。ああ。悪いな。ソラ、ドナルド、グッフィー。我々も捜索を開始します。私の翼でも届きそうにないな。またロケットでもつけて飛べればな。あれでいけないかな。およし、行ってみよう。早くみんなを探さなきゃ。よっしゃ。レールが3本あるな。ああ、全部違うところに通じてるみたいだ。おかしいな。本当に見たのか？ああ、今何か聞こえないか？あれは何だろう。こいつも操られてるみたいだ。バズ、いいのか？バトルモードだとしても、みんなを危険な目に遭わすわけにはいかない。助かったよ、レックス。ありがとう。僕のこと？僕のお手柄なの？もちろんだ、レックス。
いい動きだったぞ。やった、いい動きだって。見てた見てた、ね、すごかったでしょ。レックス、いい聞いてくれ。最高。なあレックス、他のみんなのこと知らないか。他のみんな、みんながどうしたの。手がかりなしだ。参ったな。グソ、みんな見つかったかい。はい、たった今隊員からこの先のベビートイコーナーでハムを発見したと報告があって。詳細を聞こうとしたのですが、何かトラブルに巻き込まれたらしく、そこで連絡が途絶えてしまいました。何か手がかりはないのか。連絡が途絶える直前、ひどい雑音に紛れて音楽が聞こえました。音楽？ハートレスの仕業かな。また回収やったらどうしよう。とにかく行ってみよう。そうだな。あの僕入り口で待っててもいいかな。あの通風口じゃ尻尾がつっかえそうだし。そうか、余裕で通れるだろう。ん？オーケー、レックスは入り口を見張っていてくれ。重要な任務だぞ。できるか。了解。来ては見たものの、こりゃどっから探せばいいんだ。音楽が聞こえたんだよね。はい、そうであります。とりあえず音が出そうなものを探してみようか。うん、空にしては咲いてるぞ。してはは余計だろ。おい待てよ。あいつらいいやつだろ。逃げるなよ。ああ、ウッディが仲間って決めたんだ。そうやって私のことも仲間に入れてくれたんだからな。しかも今回の件は今までと深刻さが違う。彼らを心から仲間だと認めるにはまだ早いが、アンディたちが見つかる手がかりになるなら。わかった。みんな失敗だよ。急がないと。これから。なんだそら、レコードを知らないのか。こうやるんだ。これだ。今変な音がしなかったか。聞こえた。おいおい、ソラ、オーケストラたちの方から変な音がするよ。わかった。ウッディ、そのままレコード止めないで。おいおいおい、この人形だ。出してあげよう。もう少しだ。それ。五条。大丈夫か。はい。彼が連絡の途絶えた隊員だな。
ハムを見つけたって？はい。しかし報告している最中に大きな手につかまれてここにねじ込まれたんです。ハムもどこかに閉じ込められているかもしれません。早く探しましょう。待て五条、その体じゃ無理だ。しかし撤退するのも勇気だ。それに見たまえ、我々には頼もしい仲間がいる。私は五条を入り口まで連れて行きます。あと頼みます。おいどういうことだ。忘れてた。ウッディ、任務は終了だ。早く行ってくれないと。休んでる暇はないぞ、ウッディ。次はハムだ。何か物音はしないか。あそこが怪しいぞ。やれやれ、やっと出られたか。大丈夫か、ハム。ああ、案外快適だったぜ。家具も揃ってるしな。はあ、本当に良さ来てるね。なんだ。どうした。あいつだ。あいつが俺を閉じ込めたんだ。ハム、隠れてるんだ。ああ、すまないが、二度と閉じ込められるのはごめんだ。こいつも操られてるのか。みんな、油断するな。なあ、私たちもあんな風になるのか。操られて同じおもちゃに襲いかかったり。バズならそんなことにならないって。そうそう、みんななら大丈夫だよ。なぜ言い切れるんだ。もし私が君たちに襲いかかったら。バズ、考えすぎだって。ハートレスは、闇は心の弱さにつけ込んでくるんだ。だから心をしっかり持っていれば大丈夫だ。なら安心だ。
なんたってバズは俺の相棒だ。絶対に友達のことを裏切ったりしない。そうだな、カーボーイ。諸君、心配をかけた。その調子だ。ほら、早くみんなを見つけよう。ゆっ。UFO だ！ってことはあいつらが見つかるかもしれないな。追いかけるぞ！なあ、これは小銭が重くて足手まといになりそうだ。お前たちに任せるよ。ああ、無理はしなくていい。ギュッ！恩に切るぜ。入り口で待ってるからな。さあ、UFO を追いかけよう。お迎え来た。僕たち星に帰る。まずいぞ。危ない。逃げるんだ。さよなら。追いかけろ。待て。よっ。この攻撃できないかも。ギガースを使ってみたらどうか。もう少しだ。星に帰れない。壊しちゃってごめんな。けど僕たちのお家、アンディの部屋。そうだ、私たちはアンディのおもちゃだ。アンディの部屋が私たちの家だ。やはりこんなところに来るべきではなかった。けどここはゼアノートが作り出した別の世界だって言ってただろ。あの黒コートの言葉に確証があるのか。もしそれが本当だとしても、あの家にアンディが帰ってこないとも限らない。その可能性がある以上、私は帰る。ウッディはどうする？そうだな。仲間たちも見つかったことだし、入り口で待ってるみんなと合流して帰ろう。そっか、ウッディたちがいてくれると頼もしかったんだけどな。13機関は僕たちの問題だしね。だから言えば大丈夫。それが問題なんだよな。どういう意味かな。じゃあ入り口まで送るよ。ありがとう。武装、天候頼む。さあ、イエスサー。天候だ。全員整列せよ。軍曹、アーミーメン123、ハム、エイリアン123。レックスはどこだ。レックスなら、ソラたちのことをバズに信じてもらうんだって言ってテレビゲームコーナーに行ったぜ。まだそんなこと言ってたのか。俺たちのこと。ハートレスもいるし、早く連れ戻さないと。ああ、ソラ、ドナルド、グーフィー、
もう少し君たちの力を貸してもらえるかい？もちろん！頼もしいな。レックスはゲームコーナーだったね。出発！まあ、こんなにかっこよくはないけど、服は似てるのかな。あ？なるほど。ゲームキャラクターのフィギュアか。バズ、これで納得しただろ？ソラたちも俺たちと同じおもちゃだ。まあ、そうなるな。この格好ってドナルドの魔法だろ？どういうこと？だから似てないでしょ。ソラよりリクに似てるよね。おいしね。おい、似てるだろ？黒っぽい格好とか。それだけ？ともかくこれでみんな揃った。すぐにアンディの部屋に帰るぞ。ちょっと攻略本見ていきたいんだけど、バハムートが倒せないんだよ。ダメだ、ここに長居はしない。そう急ぐことないだろう。ゼアノート！まだ実験中だ。出て行かれたら困るな。用があるのは俺たちだけだろ。ウッディたちを巻き込むなよ。光の守護者らしい言葉だ。ならば最終段階に進めるとしよう。ねえ、まずどうしたの？おい相棒、冗談はよせよ。危ない。嘘だろ、バズが操られたって。なんてことするんだ。最初に言ったはずだ、つながりを分かつ心。抜け殻が心を宿すせい、彼らは強いつながりによって心を得ている。そのつながりを別々の世界に分け、不安と疑心が芽生える中、心を保ち続けられるか。さらに空という異物を入れて揺さぶり、最後に決定的な水を与えた時、強いつながりがどれほど大きな闇を生み出すか、間もなく答えが出るだろう。今行く。邪魔をするな。ここはこの世界ではお前はゲームの中の住人だそうだな。ならばそこからこの実験の結末を確かめるだろう。そんな余裕はないと思うが。何か方法があるはずだ。バズ、ウッディ、待ってろよ。
ちょうど大丈夫か、ソラ。ああ、俺は大丈夫。みんなは？バズは？闇の回廊に消えちゃった。そうか。ソラ、なんとかならないのか？俺の力では闇の回廊は開けないよ。闇の回廊の中にバズが消えたのですか？そうだよ、軍曹。打つ手なしだ。同じものかはわかりませんが、闇のモヤモヤしたものならキッズスペースで見ました。キッズスペースへはベビートイコーナーの出窓から通じています。私が先行して開けておきます。お手柄だ、軍曹。行こう、ソラ。ああ、うん、絶対連れて帰ってきてね。頼りにしてるぜ。頑張れ。気をつけて。ああ、うん、親友を取り戻してくる。バズを助けに行こう。さあ行こう。ソラ、あれを見て。あれが軍曹の言ってた出窓だな。これで入り口が塞がってたのか。ギガースを使って動かせないか。わかった、やってみる。行こうかな。さっきのブロックが使えないか。会場まで行けそうだね。バズの時と、行こう。お前
バズをどうするつもりだ。見ろ、あの強大な闇を。お前たちの強い心のつながりが生み出した闇だ。心のつながりが、俺たちの絆が、闇を生み出したって。違う。心がつながっていれば、どんなに離れていたって俺に力を与えてくれるんだ。闇なんか生み出さない。つながる心が力になるか。言い得てみよう。まさに心のつながりこそが光の力。つながりを欠いた無垢の心は、やはり闇こそ心の本質だ。なんか難しいことを語ってるけど、どうでもいいからバズを元に戻してお前は消えろ。おもちゃが偉そうに。そう、俺はおもちゃさ。それがどうした。心のことはお前よりも分かってる。アンディが俺たちを心から愛してくれたからな。ウッディたちが仲間と引き離されても、思い合う気持ちはより強くなっていた。何にでも心は宿り、繋がることで強くなる。今もそうだ。きっとアンディたちもみんなを待ってる。ああ、俺たちはアンディの部屋に帰る。愛するみんながいる場所に帰るんだ。相棒も一緒にな。ゼアノート、お前たちがその心を否定するなら、やっぱりそこには光があるんだ。なんだと。今だ。待たせたな、カウボーイの登場だ。ウッディ、私はどうしてたんだ。ん？何のことだ。おかしなモードのスイッチでも入ってたんじゃないのか。そんなはずは。ありがとう、ウッディ。おかえり、バズ。バカは。そろそろ限界かも。みんな、頑張れ。人形にここまで強い心が宿るとはな。なかなか興味深い答えが得られた。私たちはアンディとの愛で心がつながっている。誰もそれを断つことはできない。まだ心を持たないおもちゃのようにお前には理解できないだろうけどな。空の器に心を生むことができるのは分かった。例としてお前たちに贈り物を残していこう。待て。心のつながりをたどれ。なんだ。気をつけろ。
緒に。了解した。行くぞ。それ行くぞ。それ行くぞ。それ行くぞ。行くぞ。終わりだ。ゼアノートに逃げられちゃったね。あいつは生きてばあり。ごめ ん、みんなを元の世界に返せなくて。確かに残念だったな。ほんと。ああ、まったくだ。右に同じであります。残念。このまま元の世界に戻ってたら絶対後悔してたからな。せっかく友達になったばかりなのに、もうお別れなんて寂しいだろ。みんな、ずっと意地になっていて悪かった。許してほしい。大切な仲間を心配してのことだから仕方ないよ。ウッディは逆に無茶するからさ。ん？バズがその分しっかりしてくれてるんだよ。無茶するところは空みたいだね。ん？その分僕がしっかりしてるんだ。バズみたいかな。多分俺たちが元の世界に戻ったら、ソラたちとは会えなくなるんだろ。でも、アンディのことはいいのか？大切な友達なんだろ。アンディとは心がつながっている。そのつながりを信じていれば、すぐに会えるさ。ソラたちはあの黒コートを追いかけるんだろ。私たちがついていくことはできないが、安心してくれ。みんなソラたちと心がつながっている。俺たちはいつも君たちと一緒にいる。ありがとう。さあ、旅立て。無限の彼方へ。
ら目覚める力は戻りそう？それまた聞く？旅の目的でもあるからね。ロクサスのこと考えてたんだ。ロクサスの心は俺の中にある。でも心を宿す体がないんだよな。戻し方はレイディアントガーデンで調べてるよね。だったら体のことも考えてるかも。モバイルポータルで誰かと通信してみるかい？おお、イエンツォだっけ。よし、連絡してみる。あ、ソラかい？おお、ソラ！ちょっと、あれ、なんで王様が？実は今、リクとレイディアントガーデンに来てるんだ。ソラたちに伝えておきたいことがあったんだけど、そっちから連絡が来たから驚いたよ。ソラ、何かあったのか？みんなに相談したかったんだ。ロクサスの心を宿せる体ってどこかにあるのかな。心を宿す体。レプリカ。え？レプリカなら人間と全く同じだ。レプリカって？そうか、ソラは知らないんだな。前の13機関は心を宿す器としてレプリカと呼ぶ人形を作っていた。人形とは言ってもそれこそ心を宿していない人間だ。心さえ宿せばレプリカは人間そのものだった。じゃあそのレプリカさえ見つけられれば姿も元のままのロクサスになるのか？ああ、干渉した心と全く同じ姿になる。それだ。後でエンツォに聞いてみるよ。元13機関だし何か知っていると思う。そうだね、頼むよ。あいつらもレプリカを探してるのかな？違うよ、黒い箱だよ。あいつら？13機関とマレフィセント。あ、どう？レプリカを降ろす、すみません。いや、ちょうどよかった。僕らも13機関のことで話があるんだ。え？じゃあ一旦ロクサスたちの件はこっちに任せて、ソラたちはテラの方を頼むよ。ちょっと、ちょっと。向こうは相変わらずのようだね。それがソラたちのいいところです。さて、マーリン様にカイリたちの衣も預けたし、賢者アンセムの研究室を訪ねてみよう。はい、